マリオペイントの次に出るなんか、マウスで遊ぶテノリオンとか作った人がさ、あとあれだ、エレクトロプランクトンだっけ、あれとか作った人がなんか作る予定だったんだよね。だ作る予定とかもできてたんだけど、なんかタイミング的にまあな、タイミング的に合わなくてやめたらしいんだけど、出さなかったらしいんだけど、こっちか。でもこれ結構大変じゃねえ。二人同時、あいつは技を使うと思ったけどないわ、技ねえや。拾っとこうか。すごい、どうしようもないよそれ。やめた。あ、そう、例えば何してるの。そういうできたね。3話音ぐらい、なんかカタカナでさ、ドレミとか書くやつ、意外と遊べんだよ。あとちょっと、ポケモン地図のシステムが最多新種アイドルだったけど、 3DS で発売されたり。ポケモンピクロスか、なんかダウンロード版のやつか、評判いいやつだよね。ああいう、でもそういうのってただなんか発売のタイミングを見計らっただけで、なんか別にトラブル的に問題はなかったんだよねきっと。出す、おい、危ねえ、やべ、やばい、これそのあの場所使えってこと。見えねえよ、さすがに見えねえ。この場所を使えばなんかうまく分断できるっていう。ほう、お、なんかあれだった、トリコ、へえ、あ、トリコってあれじゃなくてか、料理漫画のトリコじゃなくてか、あれはな、あれはトリコはもうだって、いや違うのよ、あの人たちっていつもねすげえ延期すんのよ。もともとプレステ1で作る予定だったイコとかもプレステ2で出たし、まあ、そんなん昔からなんだよ、元からでさ、プレステ1で作ってたものがプレステ2でやっと出てきたりとかいうことは結構へっちゃらな、チャラへっちゃら系なんですね。さあ上構えて、あれ思った以上に体力あるな、お前ら体力なくなったかと思ったぐらい切り替えてきたな、気持ちよ。待ってね、待ってね、スタミナがない。はい、お前をロックオンしてるんだよ、やばい、おい、おお、ほほほい、ほほほい、ちょっと回復できてないね、できてないね。腹立ってきた、間違えちゃった、シルキン投げ落としちゃった。俺は何をやってんだ、俺が悪い感じで、これ俺のせいだ。FF は11月だっけ、こいつ最後じゃないんじゃないのか、2ヶ月伸びたもんね、ペルソナとポケモンに人流れちゃいそう。いや流れていいんじゃないの、まあ、別に俺は別にそれで買わなくなることはないだろうから、逆にペルソナとかが買う人が増えただけの話だと思うんだよ。なん、ちょっと達成って、お前なんか向こうにある FF15 ペルソナだって長かったもんね、こんなに出ない、多分出るよ。あのさ、そう、10年以上延期して残りさらに2ヶ月ってちょっとな、もう誤差だよね。なんか今回なんで延期したか聞いた、俺は聞いたけど、ペルソナはどうなんだろうね、もう5は出るっていう話までが長かったもんね。4から5ってお前プレステ2のゲームだぜ、だって4って、それをゴールデン出したりさ、なんか PS3P とか出してごまかしてさ、いろいろやってきたけどさ、なんか意外と簡単、簡単、意外と簡単っていうか、思ったのの10分の1ぐらいだと、今の目。あー、まあ3から全然違うゲームだけどね。まあ俺は正直3から、3と4が好きなんだけど。てか3が好きなんだよ。ペルソナ3が好きで。4はまあ3に近いから好きっていう感じ。どっちかというと。へー、購入。ここで売ってるものは別に強くなっていかないんだな。
さん好きな気持ちわかる、うん、あのダークさがいいと思う。あんだけ暗い話だったからこそ乗り越えた時のなんか達成感というか、こう終わった時のなんて言うんだろうね。アンジの国にはどんな刀があるの。若干暗かったけどね話は。でもやっぱ4が人気あるじゃん。まあわかるよ、あの3と4のストーリーとかで見たら4のが人気出るのわかるけど、どうしてもね俺だから俺ねライブ見行ったんですよベルソナ。いやあれ4の方が絶対人気出るよね。3はちょっと新規性というか、だけどやっぱ3なんだよな、全体的な話の魅力というか、なんつうんだろう、やっぱ心に残る感じではね。どうしてもね、そう、そういうことです。だからいいか悪いかっていう話じゃなくて、作品としての出来の良さを数字に表したらペルソナ3の方が上だけど、大衆向けかどうかってなると4が圧倒的なんだよね。あれは絶対人気が出るもん。何か探し物？さあ、またどうぞ。ここがどういう路線になるのか今から楽しみ。あのね、なんか暗い曲か、暗い話らしいんね、若干ね。あの、見た目はああやって回答とか言ってるけど、若干、重い部分もあるんじゃねえかと。さあ、残り、なんだ、つかもうちょっと俺そろそろ疲れた。あと1時間できるけど、さすがに1時間無理だな。E4U いい格ゲーあ、E4U の話かE4U の悪いところは、P3 のあのね、先輩とかがひどかったじゃん。なんかボクサーの、警察官になったはずなのにボクサーになってたりとかさ。あれは出さなくてよかったんじゃねえかなと思ったな。ただ4が人気すぎて3がさ、ああなっちゃってんじゃん。なんだこれ。ライティング間違ってね。なんだ。なんかすげえ明るいな。変に明るい。おい、びっくりした。おお。俺はなんかしなきゃいけないことがあるはずだ。ちょっと待って待って。そうなんだよね。あのさ、P3P ってさ、PSP とプレステ2ってやっぱ画角が違うからさ、ムービーが全部カットになっちゃったじゃん。あれはいただけないよね。マジかよ。え、順平が嫌いってこと？それともあの言い方が嫌いってこと？ P3P と P3 って言い方違うんだよね、あれ。若干言い方に差がある。妖怪は寄ってくる、寄ってくる。P3P は実質2本のゲームが入ってるようなものだから、ムービー全カットもしらない。あ、そうなの？え、フェスが入ってるからってこと？カンコレ？知らんな。漫画、アニメからゲームって要作作るの難しいよな。ゲームからアニメ作って成功する例。カンコレはダメだ。漫画、アニメからゲーム作って両作、おい、おい、ちょっと待て。待て待てーい。そういうやつに向けて俺は動画を作ったじゃないか。ちゃんと見てくれよ。名作、ああ、間違えちゃった。名作キャラゲー集というのを作ったんだよ、俺はよ。みんなそういうこと言うから。みんなね、キャラゲーがクソゲーとか言うからね、お前たちやってるじゃんって。お前たち知ってるはずだぞ、この両作をって。まあ、自分で探して。俺のあの、あそこにあるから。俺がアップしたあそこのなんだ適当動画に入ってるから。そうだよ、キャラゲーはむしろキャラゲーっていうかね、実写、映画なんだよ、コミックとか漫画の実写化とか名作のやつはそれが漫画原作だっていう印象がなくなってるからね。えなんかね、ちょっと待ってね、ちょっと待って、俺すごい大変なことに気づいたよ。よっぽどあれじゃなきゃいいと思うけど。キャラゲーは作品好きが買うから。そうなんだよね、本当はファンだけが買えばいいものなんだけど。ゲームからアニメって P4 とかじゃん。そうだね。キャラゲーになるのは悪くない。 P4 評判悪くね。めちゃめちゃ評判悪くなるアニメ。ただね、そう最近気づいたんだけどさ、ネプチューヌもゲームからアニメになったね。へえ、まああれは絵のものだからな。言ったら絵のもの、忍びのものみたいなもの。なんかなんだチャラヘッチャラってあるじゃない？ドラゴンボール大好き世代っているじゃない？俺たちは大好きだけど、アニメはドラゴンボール Z は嫌いなんだ、俺たち世代って。アニメ化大失敗の印象なのだ、なんだけど、その、言ったら、ドラゴンボール大好きな世代って、どうなんだろうな、だから、
正しく見れ、アニメを純粋にドラゴンボール Z を楽しめた世代かそうじゃないかをね見極める一つなんかね基準を見つけたんだよね。それがあのチャラヘッチャラが恥ずかしかったかどうか、アニメ評価良かったじゃないか。いや全然良くないよ、原作に比べたらクソだあんなもん、マジでドラゴンボール Z なんて。だからあれを小学校低学年とか幼稚園児に見てた時見てる人は別に楽しいと思うけど、そんなもんね中学生が見てごらんよ、あんなしょうもないもん、ただ気を溜めてるだけで30分とかさ、そんなもん冗談じゃない、なめんじゃねえよって感じ。そんなね原作の1話をアニメの1話にするなんてね、そんなもん本当にしょうもないよ。あんま良くなかったね。Z は抜粋してみれば面白い。抜粋しなきゃ面白くねえんだよ、だからしょうもないんだよ、だからあれは大失敗ですよ。それをだから楽しんで見れた人は俺よりだいぶ若い、30代半ばか前半ぐらいじゃない。ドラゴンボールのアニメはやたらしょっかせぎってネタが生まれるぐらいだもんね。そうだよ、あの前回までのあらすじが長いとかさ、羽衣フーズだのお目目が真っ赤だの、そんな話ばっかじゃん結局。あれをだから純粋に楽しんだのは若い人だよ、俺たちより若い世代の人たちだよ、だから純粋に騙された世代。おい何、なんで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 急にそんな、おいすっげー似てるんだよ、確かに。おお生きてんのかい。ドラゴンボールのアニメの特典をかき集めたような回あったな。あったね。でも小学生んじは楽しんでみられた。そうなんです、そうなんです、だから子供騙しなんです。はいはい、子供しか騙せなかった、出来悪いから。今無理だろう。いやもう見てごらんよちゃんと、あんなひどいもん。それは再放送するときにね編集するよな、どんだけひどかったかってことね。ドラゴンボール回だよあれぐらい変えないと、やっぱもう今は流せないものなんだよね。はい話が、あれでもいい、そんなに良いものにはならなかったしさ、原作を一気に読んで買って読んだ方がスッキリするっていうか、あのジョジョのさ一部二部は良かったじゃない、アニメ化は。あれは1話を1話でね、原作の1話をアニメの1話にしなかったからテンポが良くなって面白かったわけよね。いやほんとひどい、遊戯王かい、いやひどいんだってマジで。それをねだから、そうでもねそうね違和感が、ゼータガンダムの映画を見てる感じの14レベル、あら。いやでもこれ60フレーム安定してるのがやっぱいいね。いるねこれってさあれってないのかな、一発でドンみたいな、ないんだよバックみたいな。なんで二刀流なのお前、素朴な疑問を持ってしまう。でだからチャラヘッチャラっていうのをあれを聞いて、聞いたりその言葉を聞いて、うわ恥ずかしいなって思った人たちは俺と多分近い世代、楽しいね、もうなんか気持ちよくあの歌を合唱できたやつはちょっとやっぱそのドンピシャ世代だよね、悪い意味でもいい意味でも。ドンピシャ、ドラゴンボールドンピシャです。何ですかこの泉みたいな、よく見た人いるし、あはははは生きてんの俺、あ死んだしちょっと弓矢で夢中です足滑らすってなんだよ恥ずかしい。野生のキリト何の話だ、恥ずかしいキャラ。まあドラゴンボール今なんて言うんだっけ、ドラゴンボール超スーパーか、あれはまだいいと思うけどね、まだまだ子供魂なとこいっぱいあるけど、もうちょっと大人向けでもよかったのかなってちょっと思う。なんでバレたの今、落下、落下ダメージ、ラッカーなんだ、何を言ってんのか、まだ生きてんのかしぶといやつ、しぶといね本当に。ジョジョのアニメってすごい原作愛に溢れてるから普通に面白かったよね。そうなんです、やっぱ大事だよね、原作を大事にすること大事だけど、第4部ってあれどうするんだろうね、結構話の流れがだいぶ変わってるもんね。いやドラゴンボールだけじゃなくない、あれなんかそういうの意外と多いよね、昔のアニメに比べると大体テカテカしてさ、ハイライトがピッカピカで硬そう。第4部
僕はシンデレラ先に持ってきて正解だったと思う。ああ、そう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 、構成が変わったよね。話の順番が違う代わりにテンポが上がるというか、あれ？うん？宝箱じゃないのこれ？宝箱って変だな。あったあったあった、光ってる光ってる。忍者がっぽいな。壺。今回もなんかあの洋服の仕立ての話がなんかね、ちょっと違う順番できたって聞いたから。なんだなるほどと。あ、やっぱり落ちる前の場所なんだね。散々戦ってたスナークイーンも次回で一番いいようになってたし。わかる。あれは確かに変だったよね。でもね、なんか落ちてったな今。そう。あれはさすがにないよな。うん？鳥がいる？鳥かな？なんだこれ？なんこれ？しかしは、ああ。肉さながいからでもしないと食もたない。ほう。ハート、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 シアハートアタック、戦長い。どういう話？忍者が見続く地区で。うん。失敗しちゃった。来るかな、あいつ。今回の鎧かっこいいな。来てるね。違う、間違えちゃった。何か、何かやっちゃった。おい、ちょっと待って。何、エンチャント。勝手にエンチャント。なんかネズミが鳴いてんな、おい。来ないのかな？コウモリ？コウモリ。ガニコウモリ。なんでルにしたんだ？3分の1だけ丈太郎が頑張って、3分の2は光一くんが主人公するだけの話。ほう。あ、なんでだよ。ひどかった。ヘッドショットしたのに。間違えちゃった。どこ向いてんの、どこ向いてんの。これさ、狭いところで使ってもさ、壁に当たんないからさ。誰みたいな。サザエさん、あいつ、なんだっけ、そいつなんかいたね、そんな人。誰だっけ、何の人だっけ。こいつ、なんでだろう、普通に。まだ生きてんのかよ。おい、ちょっと待て、何があった。お前、マジ何があった。落ちる。なんでこいつこんなに体力あんだ。このゲームちょっとさ、体力見づらくね。2回まで特に活躍しないよ。チンチロリンの回、サザエさんみたいなやつ誰だっけ。チンチロリンってあの宇宙人のやつか。やべえ。全部ガードされたけど。4部の主人公。なんでサザエさんなの。どこがサザエさんなの。そんな髪型だったっけ。ギャグなのかな。いや、4部読んだけどさ、原作いい感じに忘れてんだよね。なんかね、いい感じに忘れてるから、アニメが全部楽しいわ。なんかちょうど楽しい。何が出た。弓よ。やだ、照明大事。ジョウスケってサザエさんみたいな髪型なんだっけ。すごい、俺分かった。俺が誰か分かったよ。なんかさ、男塾にさ、サザエさんみたいな髪型のやついたよね。あれ思い出してたわ、勝手に。そんなやついたなと思ったけど、そいつだった。俺が思い出しちゃった、そいつだった。田沢とか、あそこら辺のやつ。田沢と誰だっけ。そうだよね。おお。いやー、俺さ、ボタンをさ、なんだ、キラのボタン手に入れた時にさ、ジョウスケのあのなんだスタンドでなんか元の服に戻っていくとかやるのかと思ったら、そんなんじゃなかったな。あれね、それはダメなんだね。壊れた、危ね。それはできないんだと思って。ちょ、食らったね。あー、ちょい。うん、サザエさんは違う。なんかネタであったよね。何
あー、うん、このゲームロックオンがちょっと外れやすいんだよね。ロックオンに関しては一人してるんだったら次の人に移ってほしいんだけど、倒しちゃった時ね勝手になくなっちゃうから。ちぎれたが糸がついてたら、あーなるほどね、やっぱそういうことか。やっぱそれがないとダメなんだね。元の服の元に戻るみたいなことはない。言ったら瓶の割れた破片だったら戻っていくけど、ちょっと待って、バレた。クレイジーダイモンドとキラークイーンって歴代で唯一対になってる、対になってる。あのさ、ちょっとボタンで打つのめんどくせえ。これこんなだったっけ前から。スティック触っちゃうんだって。これ危ねえ。 LR でどっかで打たせてほしいよ。サザエさんみたいな髪型ってバカにされる。そうそうそう、あるよね。そう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 、そんなんあった気がする。でもそれも思い出したけど、なんかもうちょっとビジュアルがあった気がしたなと思ったら、俺が勝手に男塾のあいつを思い出してるだけだったっていう。アトムみたいな髪型も言われてる。とりあえず頭のこと言われるときにいろんな比喩が出るっていうことね。今回でも食べっ子動物とか出てくるじゃん。ちゃんとテクスチャーがしっかり本当の本物の食べっ子動物通りのさ、処理落ちしてんだけど。処理落ちしたぜ。待て待て。あれちょっと面白かったな。ラクダは最後に食べるっつって。待て待て、へい、そんなんいたんかい。これ強いな。そしてこれ強さ。ロックオン設定か。おびで、痛い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 。スタミナがない。ガッツが足りん。サザエさん出てくる。どうなんだろうね。あ、ああいう変なこだわり持ったモブが面白い。うん、そうね。あいつがあんなに形死ぬと思わなかった。びっくりした。でもあのキラが服を取るシーンは覚えてたからさ、ああこんなんあったなと思って。ひょっとこ、ひょっとこの面、なんだ、なぜそんなものが出た。かまどの神の力を宿した面、ひょっとこのひよとこであるとされる。使用すると顔にかぶり口から火を吹き周囲を越え、どういうことだ。ちょっとだけ待ってほしい。そんなことして大丈夫か。あ、そういうんじゃないんだ。え、どういうこと。防具じゃないの。使う。え、あ、まさか終わり。はっ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 。ちょっと待っていい。もしかして使っちゃった、今ので使った。ちょっと待ってくれ。なくなったんだけど。マジかー。予定が違う。火吹いてたけどな。照明として弱いな。アイテムでしょ。アイテムだったのか。なんか消費アイテムと思わなかった。まさかの。はあ、もうこいつらと戦ってる余裕はないな。お、何ですか何ですか。鍵がかかってる。てかあれどういう局面で役に立つんだろう。ねえ、ねえ、だからアイテム欄に入れといてショートカットに入れて使うんでしょきっと。火に弱い敵がいるってこと？あった。はい。ああ。やばいな。なんか本気の人がいるな。いや、みんな本気なんだけど。皆さん本気なんだけど。なぜお前スタミナなくなったの？え、どうなったの今。どうなった。いいね。嘘でしょ。永久ヒムロスステージが出たら嬉しいな。マジじゃないとやられますもん。ほほほ。わお、なんか出た。重いやつかな。
敵が正面に複数いた時に使えそう。ああ、でも出るまでちょっと長かった。ちょっと小躍りしたよね。ひょいとかジャンプしてボーとかなったからさ、若干大丈夫かなあれ。あれやばいだろな。え？あ、大丈夫だ。強くなるが、あまり重くならずに強くなるね。え？一箇所に集めてまとめて焼却。ひょっとこでやんのやだな。ひょっとこの話はさ、日本昔話で読んだ。なんか、あ、うえーって、ひよとこってひょっとこのことなのって、もうすんごいびっくりしたもん。うへーってなったよ。そこはタイミングでしょ。タイミングどういうこと？どういうこと？コマスは消毒だ。そうよ。それだわ。これなんだこれ。パンイチが最強装備やで。おー、まあ、装備という意味では間違いだと思うけど、ある意味最強だよね。なんかいるね。ん？あ、お前か。君か。なんか食らったね、俺。何か食らった。ヨロヨロ月、ヨロヨロの月を食らったね。あ、やるね。あ、演出入んねえな。狭いから演出入んねえな、ここ。カメラが入る余地がない。早い早い。忍者が最強なのは忍者だけだろ、いい加減にしろ。え、チャリオットもそうじゃない。いたね。なんど、見えない見えない、アングル悪い。ここ何、ここ一体何なんですか。影よくできてるね。何もいないと思うでしょ。後ろにもいたんか。あー、なんかちょっと動きいいやついた。忍者かと思ったら普通の人だった。帰った。いやー、どうしよう。ちょっと待ってね。自動延長を無効にしました。ごめん、自動延長切るわ。疲れちゃった、あと30分なのに。疲れすぎてしまった。スパーマがあだになった。わら、スパーマがあだになった。そういうことあるよね。あるっちゃある。吉田先生の意地なんだぜ。忍者が死の人なんだぜ。今にあろた思いでスーパーアーマーの全裸の話だぞ。全裸の忍者の吉田先生の話は何だろう。どうしてこんなに疲れたの。どうしてもこの一手足りない感じがある。おう、まだ生きてんのお前。あ、生きてる。はい、お二人同時。お二人同時で行った。びっくりした今。ペタンってなったお前。あれ？あれ、今回はない。さっきなんであったんだろう。ハマり道ってそういう回があったんすよ。ハマり道好きだったわ。でもなんだ、和田ラジオとかもそうだけどさ、なんかどんどん見なくなってたな。なんかもういいかなっていう感じはあった。一回帰ろう。回復使うのもなんだし、足早いな。なんだこのショートカットみたいな場所。ふんどし全裸浮頭が。何の話だ。トゥントゥントゥン、はい。納品しちゃおっか。なんかめっちゃ強いハンマーあんな。桁違いのハンマーがある。じゃあこれもういらないの。もしかしたらめっちゃ強いの持ってたりしない。ハンマー。ないね。いっぱいもらっちゃった。ロックしとこうか。使ってもいいぐらい強いな、あれ。桁が違うな、ほんとに。いる。やべえ、なんかちょっと強かったね、今。まあいいや。多分重いね。股間がかよ。それはあかん。昔はブリーフ履いてたけどさ。あ、なんか俺、なんでお守り取ってんの。お守りをつけてない。あ、ここにいながらにしてあの画面で開けんだな。毒はもういいや、火にしよう。あと水より火なんじゃねえよ。ふんどし全裸といえばあいつしかいない。
さっきから変なところに痛みを覚える人が続出してるのはなんだ、股間が痛かったり頭が、股間は痛いわけじゃないんだよ。股間がって言ってたけど、痛いとは一言言って。これ何が違うのよ、これ。何が違うのか、もんね、なんでこれ。術コストが違うだけか。訓練された人たちだよ。訓練されてんのかよ、これ。これよく考えたら、なんかいろいろあげなきゃいけないものがあった、あるような、ないような感じがするわ。これとか。なんで開いたこれ。なんかわかんない、なんか沸騰してしまった。開けるつもりはなかったのに、もう一個なくなっちゃったよ、これ。こっちこっち。いや、これなんだよ、これ。何も変えらんないじゃん、これ。スキルツリーは大切。嘘。組打ち。何もないわ。カスタマイズ性なし。これ。これって、これないわ。何もなかったっけ。影感知。なんだって。疲れちゃった。すっかり疲れちゃった。いやー、このゲームはダメだな。疲れるな、やっぱな。やりすぎちゃうわ。これなんだ、打ち直しに必要となる。ふん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 。この中で超高精子シャンゼリオンをリアルタイムでちゃんと最初から最後まで見た人とか、DVD ボックスとか持ってる人います？帰ろうって、あ、終わりだ。あと1分で終わりかい。いっか、じゃあ、あの魂だけ取って勝手にやめようかな。やっぱこうやって戦った方が強いわ。たまにはあのいないかな、 いない、まあ、あと今日は夜8時ぐらいからゲームを探すんで、よろしくお願いします。正規版出たら、あ、このゲームね、オスリオン、シャンゼリオン知らないか。あんなもん見てるやつなかなかいなかった。お疲れ。見てたの、その頃。俺はもうあの20歳ぐらいでした。で、友達と一生懸命毎週見てたな。で、DVD ボックス買っちゃったもん。そんなわけで、そうだろう、あんまそんな好きじゃなかったんだよね。そんなわけで、ありがとうございました。犬回収してやめます、勝手に。犬どこにいんだっけ。意外と奥深くにいたの。ダメだよ、なんかやっちゃったな、余計なことしたな。you